諸葛亮殿、被災な私は犬と蔑まれ、一族の名をけがしてしまいました。竜子は人になれることはありません。犬のみは人のため犬と称された諸葛丹殿こそ、我が一族の誉れ私は諸葛亮殿の足元にも及びません。あなたに近づくためにはどうしたら。 皿に水は汲めず水差しに肉は漏れません器にはそれぞれ異なる役割がある同じ器を持つ者は世に二人いません己の器が持つ役割を諸葛亮殿もはや犬の器を恥じません周囲の目は気にせず己の使命を全うします 迷いが晴れたようで何よりです。ただし、いえ、今はやめておきましょう。これからの活躍に期待していますよ。柴将殿、このようなところで何をこの厳しい戦況下で怠慢は許されませんぞ。舞台には作戦を指示済み、兵団も確認済み、もっかは石膏の報告待ち、で、 お前の方はわ、私とて戦の準備は万全です戦況は刻一刻変わるご油断なきように諸葛さん、軍議に顔を出さなかったろ具合でも悪いのか私程度の際では、意見を述べても恥をかく諸葛一族の名を汚すことはできんめんどくせえ男だな お前のその態度が怠慢なんじゃねえのか怠慢を放棄した芝生殿は有能だそれに比べて私はお前は真面目だし部下にも慕われてるその辺は俺じゃとてもかなわない将の優劣を一つの物差しで測るなよお前はお前で十分有能な将だぜ諸葛一族は皆有能だ私は その事実をフッフッフッハァ何たる卑屈な物言いかそれにその憂い顔器が小さく見えるぞしかめっ面でそのセリフを吐いた瞬間一族の誇りとやらは汚れてしまっているのだ太公房殿は以前言われた 私は小さく一族の誇りを怪我していると私は私なりに精一杯やっているならばならばどうすればいいのだ答えは簡単だ笑え<笑>そう全知全能たる私のように笑えばいいさあ 修練の時間だ諸葛丹将軍私のように笑いかのセリフを言うがいい <laughs> 諸葛一族は皆有能だ私はその事実をケガしてはならぬのださすが人の子の可能性は無限だ器が格段に大きくなったように見えるぞ やれやれまた怖い顔をなさってそのうちデコ筋が消えなくなりますよこの顔は生まれつきです放っておいていただきたい <laughs> 生まれながらにしてそのお顔ねそりゃ怖いなんてもんじゃありませんよ私はサコン殿のような性格の人間が苦手です初めはうまくやっていけるか心配でしたしかし慣れとは恐ろしい近頃は その親しみまで感じるように。<laughs> 最初の心配が構えすぎだったんですよ。心配ご無よ、今の柔和なお顔いいですよ。<laughs> これはさ今度のあいや失敬人を前にして笑うなど失礼なことを。それに私に笑顔など似合うまい不気味な思いをさせて申し訳ない。本当に。 笑みを忘れてらっしゃったんですな。どんどん笑ってください。笑顔。好きですよ。